島津久武は、江戸時代後期の薩摩藩家老。通称ははじめ後十郎。後に、田野も、行き。島津久下区の次男。家格である一所自覚の島津人四四、男や当主の家督を相続し、大目付、江戸判定詰めの家老を歴任した。純四つお家としては、初の家老就任者であった。妻は、伊勢平四郎の娘。養子に、兄。 島津久志静香のこの島津久高。薩摩国吉田豪児島、郡山豪寺島、国武豪寺島、加瀬田豪寺島を兼職した。また、国武豪寺島、加瀬田寺島就任中に大口里を預かる。校歌3年の国高は158国余り。おゆら騒動での処分者の一人である。島津久志暴動母兄の久志を過疎とする、島津人志四つおけは、 久しの家徳を、肝危険柄のこの久道が相続し、その後を入来院、名氏のこの久し、香織が相続し、久竹は久し香織の孫にあたる。次男ゆえに本来は、島津星、及び伊美名に、旧、氏の使用を許されず、平野生を名乗り、伊美名では、気を使用することになっていた。しかし若年寄り建国山坊寺等の父が病気で、隠居すると、 兄の久し静かに代わり、家督を相続した。藩主明大の島津忠敬によって、家老に任命される。家老を務めていた当時、薩摩藩第十代藩主、島津成尾の側室をゆらの方が成尾の子なんで、実施の忠敬を擁立しようとしていたために、藩内で、聖氏成明派と忠敬派で分かれており、久滝は成明派の筆頭閣であった。そのため、 開営二年になり明派の近藤隆久衛門らによるクーデター計画が露見すると、翌開営三年、それに連座して過労を悲免、隠居させられた。さらに停発の上、島津星と通時の旧を没収されて、平屋に改正され、純四つ親所流扱いに降格された後に、切腹させられた。月日は旧暦。ありがとうございます。